培養されている上皮細胞細胞培養は多細胞生物から細胞を分離し体外で増殖維持すること生体外で培養されている細胞のことを培養細胞と呼ぶ生体から分離し最初の植え替えを行うまでを初代培養既存の培養細胞を新たな培養容器へと移し替えて増殖維持することを経代培養と呼ぶ細胞を培養するために用いられる 組織間液を模した液体を培地と呼ぶ。一般に、肝陽系細胞は培養が容易であるのに対して、上皮系組織の細胞の培養は困難である。また、正常細胞に比較して、癌細胞は容易に培養することができる。細胞培養における存在形態により、培養細胞は接着培養系細胞と浮遊培養系細胞に分類することができる。 接着培養系細胞は培養容器に付着し増殖する培養細胞であり、形代には培地交換を行う。浮遊培養系細胞は培地内で浮遊状態で増殖する培養細胞であり、形代の際には培地交換は行わず、希釈培養を行う。特殊な培養法として三次元培養がある。細胞培養において培養を目的としている。 生物因子以外の生物因子の混入をコンタミネーションと呼び、細胞の増殖や機能、実験結果に影響を及ぼすため、細胞培養の際は無菌操作が行われる。細胞は生体の一部であるため、培養細胞の研究を介して生命現象の解析をすることができる。また、モノクローナル抗体などのようにある種の物質の生産手段としても、細胞培養は利用される。 19世紀イギリス人生理学者シドニー・リンガーは、動物の体から取り出した心臓の拍動の維持に、適した塩化ナトリウム、塩化カ,カリウム、塩化カ,カルシウム、塩化マグネシウムを含むリンゲル液を開発した。1885年に、ビルヘルムルーは、鶏の肺から随番部分を切除し、温めた生理食塩水中で数日間維持して、組織培養の原理を確立した。 1907年から1910年にかけて、ロス・グランビル・ハリソンは、ジョンズ・ホプキンス大学薬学部とイエール大学における実験結果を発表し、組織培養の方法論を確立した。1940年代から50年代にかけて、細胞培養の技術は、格段に進歩し、ウイルス学の研究を支えた。培養細胞中でのウイルスの増殖により、 ワクチン製造に用いる生成ウイルスの調整が可能になった。ジョナス・ソークが開発したポリオワクチンの注射剤は細胞培養技術によって大量生産された初期の例である。このワクチンはジョン・フランクリン・エンダース、トーマス・ハックル・ウェーラー、フレデリック・チャップマン・ロビンスの細胞培養研究によって製造可能となった。3人は猿の腎臓細胞培養により ウイルスを生産する方法を発見した功績により、ノーベル賞を受賞した。細胞は、組織から生体以外での培養のために、いくつかの方法で管理される。細胞は、血液から容易に生成されるが、培養においては白血球のみが成長する能力がある。単核細胞は、南部組織から、コラゲナーゼ、トリプシン、またはプロナーゼなど、 細胞外マトリックスを分解する酵素による採用を利用して取り出される。あるいは、組織片を培地中で増殖し、得られた細胞を細胞培養に用いることもある。この方法は移植片培養として知られている。組織から直接培養された細胞は、初代培養と呼ばれる。主要から得られる例外を除いて、ほとんどの初代培養株の寿命は限られている。 確立されたまたは不死化された細胞株はランダムな変異または人工的なテロメラーゼ遺伝子の発現のような意図的な改変によって無限に急速に増殖する能力を獲得している多くの細胞株が特定の細胞型の代表型として確立されているダメム細胞培地の瓶管理された初代細胞は一般的に生存能力を保持しながらも 一定回数の細胞分裂の後に老化と分裂停止のプロセスへと至る。これはヘイフリック限界と呼ばれている。細胞は適切な温度と雰囲気かインキュベーター中で生育され保持される。倍地の素性は細胞型によって大きく異なる。また特定の細胞型に対して異なる培養条件を与えると異なる表現系をもたらすことがある。培養条件において 温度と雰囲気の他に最も共通する変動因子は、倍値成分である。pH、クルコース濃度、成長因子、その他の栄養素の有無などにより、倍値の配合は変わる。倍値添加剤としての成長因子は、しばしば牛胎児血清、孔子血清、馬血清、豚血清など、動物の血液の血清から作られる。これらの血液由来成分は、 潜在的にウイルスやプリオンの混入により、培地を汚染する懸念があり、特に医療向け生物工学の分野では、問題となる。現在では、可能な限り動物由来原料を除去もしくは、最小限にし、人血小板溶解物を使用することで、FBS を人細胞に用いた場合に起こり得る、主観汚染の懸念を除いている。HPL は、安全で信頼できる。FBS や、 その他の動物血清の代替品として用いられている。加えて、合成倍値を用いることで、人や動物由来血清を完全に除くことができるが、様々な細胞型に対して、常に合成倍値が適用できるとは限らない。その他の方法として、アメリカ合衆国、オーストラリア、ニュージーランドなど、BSE、C の危険が低い国の動物の血液を用いたり、 全結成の代わりに濃縮性生栄養成分を使用することが挙げられる。ハッシュ密度はある種の細胞型にとって重要な役割を果たす。例えば、下流膜細胞は低いハッシュ密度でエストロゲンを生産するが、高いハッシュ密度ではプロゲステロンを生産する卵胞膜応対細胞様を定する。冬培養もしくは接着培養にて細胞を増殖することができる。 血液中に存在する類の細胞は表面に接着することなく自然に懸濁液中で生存する。また冬培養向け培地中で生き続けるように改変された細胞株は接着培養よりも高い密度で生育させることができる。接着培養系細胞は表面を必要とするため、接着性を高め、成長と分化に必要なその他のシグナルを与えるために、 細胞外マトリックスの構成物質で覆われた組織培養用プラスチックやマイクロキャリアなどの材料が用いられる個体組織から得たほとんどの細胞は接着性である接着培養のもう一つの種類は基幹培養であるこれは二次元的なシャーレでの培養に対して三次元の環境で細胞を培養する方法である三次元培養システムは生物学的 生理学的により生体組織に近いが多くの要因があるため技術的に保持が困難である。培養細胞を扱う研究者にとって細胞株の交差汚染は問題である。調査によると15から20%の確率で5人、もしくは他の細胞株に汚染された細胞が実験に使用されている。医薬品のスクリーニング研究に頻繁に使用されるナス六十細胞パネルから作られた 細胞株に交差汚染は発見された。アメリカ培養細胞系統保存機関、ヨーロピアンコレクションオブセルカルチャーズドイツ微生物細胞培養コレクションなどの主要な細胞株のレポジトリは、これまで研究者から誤認された細胞株の提出を受けてきた。細胞株の汚染は、細胞株を用いた研究の質に影響するため、現在主要なレポジトリは提供された。 細胞株すべての正しさを確認している。ATIC は細胞株の認証にマイクロサテライト DNA 鑑定法を用いている。交差汚染問題への対処として研究者が経代初期に細胞株の正しさを確認し、細胞株の同一性を認証することが推奨されている。株の認証は細胞ストックの凍結保存前、培養に使用されている間は2ヶ月ごと、 細胞株を使用したデータを用いた研究が発表される前に、それぞれ再実施されるべきである。同一性確認試験には、アイソザイム分析、人白血球型抗原型判定、染色体分析、核型分析、携帯観察、STR 解析などの試験法が用いられる。交差汚染物質として、重要な例として不死化、ヘラ細胞が挙げられる。一般に、 培養が進行すると分割し続けた細胞が培地全体に広がるため以下のような問題が発生する。細胞培養に共通する操作には培養液の交換、経代、トランスフェクションがあり、一般に無菌操作による組織培養の方法で行う無菌操作を安全キャビネットもしくはクリーンベンチ中で行うことでバクテリア、酵母、他の細胞株の混入による汚染を回避する。 抗生物質や抗菌剤を培地に加えることがある。細胞が代謝の過程に入ると酸が生産され、pH が低下する。しばしば栄養の枯渇の程度を測るために、酸塩基子薬が加えられる。培養液の交換、編集接着培養の場合、培地は直接吸引により取り除き、交換する。非接着培養においては、遠心分離した後、 新しい培地に細胞を再度分散する。形代、編集形代は少量の細胞を新しい容器に移す作業を伴う。定期的に分割することで高い培養密度の継続による老化を回避し細胞をより長く培養することができる。分散培養では少量の培養液を大量の新鮮な培養液で希釈することで容易に形代することができる。接着培養では 細胞の剥離から始める必要があり。剥離は一般にトリプシンエドタ混合液を用いるが、現在では他の酵素混合溶液も同様の目的で使用される。少数の剥離した細胞が新しい培養に用いられる。ある種の細胞はゴムベラで培養容器の内壁表面から機械的に書き取り、集める場合もある。トランスフェクションと形質導入、編集詳細は、 トランスフェクション及び形質転換を参照トランスフェクションは外部遺伝子を導入するためによく用いられる細胞操作である。トランスフェクションにより目的タンパク質を細胞に遺伝子発現させることができる。近年では内構造体のトランスフェクションが特定の遺伝子やタンパク質の発現を抑制するための簡便な方法として実現されている。 DNA は、形質導入、感染、形質転換と呼ばれるウイルスを用いた方法で、細胞内に挿入することができる。DNA の挿入は、ウイルスが通常増殖する際に使用している過程の一部で、あるので、ウイルスは DNA の細胞への導入ための、規制作用剤として適している。ヘキスト染色剤によって、細胞核が青く染色された、ヘラ細胞の培養細胞。 ヘラ細胞は最初期に樹立された細胞株の一つであり、子宮頸癌で多解したヘンリエットラックスの使用から取り出された細胞が起源である。人を起源とする細胞株はその元になる生態から切り離されていき続け、後に利益を生み出す医学的処置の発見につながることから生命倫理学において議論の対象となってきた。この分野における先駆的決定において、 カリフォルニア州最高裁判所は、ムーアブイン、リージェンツ・オブ・ザ・ユニバーシティ・オブ・カリフォルニアにおいて、インフォームドコンセントを受けた患者は、切除された期間から得られた細胞株に対して所有権を持たないことを判示した。詳細は、ハイブリドーマを参照通常の細胞と、不死化細胞株を融合させることが可能である。この方法は、モノクローナル抗体の生産に使用されている。 端的に言って、免疫動物の秘蔵から管理された、リンパ玉は、不死化された骨髄種細胞株と合わせられ、初代リンパ球の抗体特異性と骨髄種の不死性を持ったハイブリドーマを生産する。選択培置を用いると、融合していない骨髄種細胞は成長せず、初代リンパ玉は、培置中で急速に死滅し、結果融合した細胞のみが生き残る。融合した細胞は、 必要な抗体の生産のためにスクリーニングされる。ありがとうございます。